皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット織田家編をプレイしていきます。進め、よし行くぞ。さあどうなる。敵の軍出てこないね。あ、来た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 。ただここはね、お、軍役免除来たよ。これで兵糧収入が増えたのか、どうなんだ。日野城は2万2000対1万7000なんて有利に当たれるね。で、対面を使います。まず絶対必須なのは狩太郎関だね。狩太郎関をまず入れて、まだ使えるかな。もう使えない。徴兵号令あと19日だから、19日経ったら何か使えそうかな。どうかな。足軽精錬使っても良さそうなんだけど、軍事ポイントが足りないね。まあとりあえず軍の質的には問題ないんで、兵糧だからね、狩太郎関優先でいいと思います。大体1万3500人の、細川隊。北に行ったヨシテルはリアマ城にまだいるね。はい、山田とのコイン取りました。味方が周囲に増えてきた。さあ海戦はもう勝ちます、実力で。さあ、ゴズメ出そう。もうこれ勝った前提でゴズメも出ます。日野城行きのゴズメ。これはそんなに人数多くなくていい。あ、勝家がまだ残ってたんだね。まあ1万人もいればいいんじゃないのって感じ。山田の姫も来てるね。こんだけ出しちゃうと、今が来るかもしれないけど。あ、秀吉とか秀長とか残ってるんだね。これだけ残ってりゃ。来ないかな。じゃあ木下兄弟に東の守りは任せるとしよう。この460人の城にさ、山名からさ、こうなんか人3000人でも攻めさせればさ、面白いかな。足利部隊戻ってきちゃうかな、変に動かすと。あれでも行ってみる価値はありそうだよな。とりあえず取引を行いましょう。あー、でも兵糧かなんか要求される可能性があるな、援軍は。見てみようか。あ、軍馬でいいって言ってるぞ。軍馬5000で城4つ。4つはいらないな。軍馬2300で城2つで6000人ぐらいで攻めてみるか。まあ微妙なとこだけどね。浅井もうまく借りればいいとこに浅井城あるな。清水山からだったら2城いけるな。行ってみようかな。3000人ぐらいで。まあでもちょっとこの兵力だと落とせないね。さあ、兵糧収入が7000増えたね。そして、12万ある今。いいぞ。よし、山田から援軍を出す。さあ、よし。助太刀するぞ。6ヶ月、出します。目的地は、野地瀬山城。進め！おまけで浅井の援軍も出してみるか。ああ、ダメだ。清水山しか借りれないや。じゃあいいや。で、闇取引借りた狼藉で、もう一個対面打てるんだけど、なんか打たなくても良さそうだね。さあ、着くぞ。乱世が望む俺の天下よ。お落ちたぞ。なぜだ。なんか落ちた。日野城武将ゼロだったんだよね。で、直前で部隊が解体したのか、これ。なんか消えたな。集結中だった部隊が。一回解散したんだろうね。よし、浅宮行きます。進め。観音寺は硬いんで、ゴズメに殴らせよう。さあ、2条まで行くぞ。影虎。あー、長尾が。え、何これ。包囲網みたいになってんだけど。めっちゃ武田につきたい。これね、武田につけばさ、今川がうちに攻め込めなくなるんですよ。でも長尾家とは同盟結んでんだよね。まあさすがに義がないよな。さすがに長尾につかざるを得まい。これはうちの利だけで言えば絶対武田側なんですよ。だけど長尾につきます。これはだってさすがに義の男を裏切るわけにはいくまい。長尾につきます。後ろから武田家殴るぞ。場合によってはやっぱちょっと無理だけど、今手一杯だけど。力を貸してやろう。そりゃ同盟だもん。そりゃそうよ。何もしないけどな。何もしないけど。あー、これ川中島の戦いみたいなやつか。風林火山、風林火山、わしの戦を見せてやろう。頑張れ剣心。剣心頑張れ。
応援してます。さあ、方位で41だけど強行しましょう。来るね、足利将軍が。暴くって帰ってきてる。だがどうしようもないぞ。参る。さあ観音寺に入りたいね。後に続け。さあ観音寺到着。方位で32で行ける。兵糧はあんまないのか。観音寺が早く落ちるぞ。細川藤高もう一回出てきたね。式なさらずも我らの勝ち揺るぎません。お、え、なんで、あ、足利の4800に当たってるんだこれ。やった、来た来た来た。皆の者、大義であった、はい、だけどまあやられ、これ負けるよな。いいか、もう負けさせるかいいや、知らねえ。よし、よし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 、ひれ伏し従え。式なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。方位で残り28日。山名部隊改装あ、でも結構倒してたよ敵の軍。いいね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 、いいぞいいぞいいぞ。それだ、討ち死にしろどうせうちの軍じゃねえ同盟切られそう、こんなこと言ってたら。勝家、勝家急いで、あと25、もうちょいだね、もうちょいだね。いいぞ、悪くない、非常に悪くない。地獄を味わわずに済むかもしれん、このまま行けば。いろいろ対面打つ余地があるので、あんまり、あ、足軽レベルアップ、これ絶対取ろう、これは取らないと。よしよしよし、足軽レベル上がりました1。これで足軽がかなり強くなる。どうやら、そして三好との停戦切れたのかな。これ取引を行いましょう。オッケー、変えた。兵糧まだ12万。足利義輝が南下してくるが倒せるよね。いいぞ、日野城の防衛所。日野城ももう足軽で揃えていこうかな。3000人ぐらいならいけるだろう。はは、任命日野城。誰か優秀なのいる？佐久間信盛、よし、お前に決めた。は、前も日野城の上司やってなかったっけこの人取られる前、なんかそんな気がする。あとは交渉、もう無理に同盟しまくる意味もないと思うんだけど、あ、竹に従属しているから同盟結べないって言われる。まあここまで来れば包囲も警戒する必要ないから、弱小と無理に同盟結ぶ必要ないっていうか、長尾の奥だから同盟しなくていいねこれね。まああとは長尾家が武田家に勝てるかどうか、謙信が信玄に勝てるか。6万6千対9万だって。勝てるのこれ。戦うのは川中島じゃないね須坂、上限2万5千対2万5千だね。どっちが勝つか分かんない、人材次第。我が覚悟、あ、来た、お見せしよう。あ、猛攻号令だった、やったよし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 、うっ、あー、助立いたす。来やがったか、助立するぞ。三好が、三好相当恨んでるぞ、うちを。我が領内に敵が迫っております。あー、亀山かよ。あー、33日か。亀山は五詰めの五詰めで猿出すか。さっさなりまさは出てるんだよな、これ。これ多分ね、なんか適当な人材でも守れると思うんで、分官出します。分官分官1万人ぐらい寄せ集めで合わせてなんとかしよう。志果たさずして賞は終えられぬな。よかった場所があっちで。よし、あと16でついに観音寺が落ちる。いいぞ。はい、長尾影虎、上杉謙信対武田信玄、頑張れ謙信。お、こっと謙信、こっと来た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 。よし、謙信ついてよかった勝った方に、勝った方についてよかったな危ねえな、そろそろ出よう。亀山に出せるもんで集まります。秀吉隊だね。秀吉出ちゃうとね、ちょっと今川が怖いんだけど。身柄を立ててみせようぞ。まあもう最悪、徳川援軍借りましょう。来るぞ、よしてる、来た、全員で撃って出ろ。だがしかし、これは我らの勝ちは揺るがないのだ。勝ち、いや、いいね、ついに復讐の時だ、信長の戦ついに。よーし、許してやろうじゃないか。片付けない。足利将軍権を滅ぶぞ。あと9日、浅見は9日で落ちます。あの2度の包囲も忘れはしないぞ
足利と朝倉停戦、もう間に合わんよ。はい、彼女落ちました。さあ勝家、これも前進だ。どこに行くかな。後瀬山行ってみようか。後に続け。よしよしよし。何人たりとも足利の勢力をちょっと分割するために真ん中の城に、勝家向かわせます。信長はこのまま、牧島から2条行きます。普段だったら周りから固めるんだけど、先に2条取っちゃった方が楽できそうだね今だと。猿頑張れよ。相手4万5000大丈夫だよね。相手4万5000だけど、まあ、この狭い城なら格好撃破できるはず。待機いたします。頼むぞ猿。猿と勝家で戦えるなんて織田家は本当にいいな。観音寺は一騎多いな。おい、報告いたします。今川が動かない今だな。やっぱ武田じゃないよ、徳川が邪魔なんだろうね。家康と同盟結んでから一回も攻められてないんじゃないかな。米買います。天も人も俺に背くことは許さぬ。王政の。よし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 、本物来た。なんかやることなかったっけ。あ、そうだ、取った城観音寺と浅宮一騎が起きたので何もできない。任命しとこう。観音寺城城主誰だろうな。小笠原信貞。まあとりあえずお前でいい。承知いたしました。浅宮城城主滝川益茂。よし、まあ、とりあえずね、武将入れとかないといけないからね。本当はもうちょっと有能そうなやつを入れたいんだけど、有能というか有望？足利の家臣をなんとか全部吸収できればいいんだけど。さあ、勝家軍が敵地に着いたね。強行で37。強行しようか。ちょっとね、勝家軍軍薄いから強行怖いんだけど。さあ、信長も2条に到着。強行で落とします。ついに2条に来た。上洛である。はい、秀吉隊は、我らの勝ちは揺るぎません。わしの作るよ。うわ、1900人で2万3000人。猿すげえ。猿すげえなこいつ。優秀ってレベルじゃないな。敵軍被害甚大、大甚大だよ。敵が無能すぎるんだよな。よし、じゃあもう猿隊は帰らせようかな。いや待てよ、参るぞ。じゃあ中野城行ってもいいんじゃないのこれ。行っちゃうか。行っちゃう。進め。ちょっとつついてもいいね。ダメだったら逃げ帰ろう。まあ亀山に攻め込ませた方が楽なんだけどね、三好はね。長野城取っちゃうより。まあその時は長野捨てればいいからね。なんか行きがけの打賃じゃないけど、取れるんだったら取っちゃおうぜっていう感じで行ってみようか。まあ近くに8000人いるからちょっと無理かもね。せっかくの施設がどんどん壊れてる。できれば無血解除をしたかった。兵糧買います。取引を行いましょう。オッケーよ。謙信はその後攻め込まなかったみたいだね。どうやらなんかこの辺取ればちょっと楽になると思うんだけどね。小諸、砥石、この辺取ればちょっと喉元に食らいつけるんだけど、そこまでのやる気はなかったのか。あ、北条対南部やってる。いいぞ。北条滅ぼしてくれ南部。あ、南部が強くなっても嫌だけど、あの三国同盟にはくさびを入れねばならん。さあ、勝家が本当にいい働きをしてくれた。この戦争が終わったらいいとこの城主にしてやろうじゃないか。そして三好の軍が出てきちゃったね。志果たさずして将は終えられぬな。国衆将兵、天子攻め。じゃあ山名につこう。力を貸してやろう。山名には恩があるからな。足利が攻めてくれたという恩が。はい、持ち手山が落ちました。これで足利が飛び地になったぞ。もうこれでほぼね無理だと思う。足利は復興は片付けない。これは本当に大きいと思う。で、秀吉はもう返しちゃおうかな。緊張します。で、勝家はこのまま、神奈川崎へ。神奈川崎森山ってなんか朝倉の方なんだけど、朝倉に返してやってもいいぐらいの場所なんだけどね。立地的にはね、こんなところの城いらないんだけど、まあ行こう。これ取っちゃうと朝倉と戦争なりそうで嫌なんだよな本当は。でもなんか何だったら従属させられそうだよね。うわ、型何この城。100日かかるんですけど、めっちゃ硬い。足利もすごいかかってたもんね。
交渉が出ないかちょっとログを注視していようか。足利家にちょっと調略通ったんだけど、もう普通に殴って説得しよう。池田恒興に娘が生まれた。前も生まれてたよね。子だくさんだね。なんかやりたいもあったかな。これだね、騎馬突撃訓練。今度は統制具足の方に行くといいね、軍事はね。まあ、他にも欲しいのはいろいろあるけど。当家に使いたいという浪人が来ているようです。文官だね、増田長森。かたじけない、取引を行いましょう。よし、いいよ、調子上がってきたな闇取引調子上がってきたな。金ヶ崎さ、これ金ヶ崎、これ城主がよしてるじゃん。じゃあすぐには落ちないわ。じゃあいいや、森山行くわあ、森山武将が入ってない。森山行こう、森山行こう。あの、ヨシテル入ってる城わざわざ狙う必要ないんで、最初に。最後でいいや。最後にじわじわ落とそう。これね、だって、金ヶ崎落としたらこっちに移動しちゃうもんね、きっとね。よし。密約を結ぶとするか。植木秀長。心を折っていく。さもありなん。さもありなん。さもありなん。2000円で、24% だって。なんでこんなに確率低いんだ。あ、24だけど通った。よし、じゃあこのまま内容で引き抜いちゃおうかな。あ、戦場に出てきたらでもいいな。戦場に出てきたらでいいや。このまま滅ぼしたらお金払わなくて済むもんね。お金が全然たまらない。足軽のせいかな。二条御所はそろそろ交渉が出ました。はい。これであと10日。さあ、そろそろ天下布武を。天下布武も夢ではなくなってきたのではないでしょうか。この城、払い受ける。はい、あっさり。じゃあ、金ヶ崎ゆっくり勝家に、どこどこ殴らせよう。城壁を。いいね、いいね、いいね。さあ、使者は、信長です。二条御所にいるのは、荒木氏綱かな。もう投降しなさい。まずは城主投降8割だね。嘘でしょ、8割だよ。全面開封74。あら決意が固いな。あと42日なんだけど、好意にしようかな。もうほとんど変わんないしね。わ、勝った、この城勝った。好意でいいや。4ヶ月長いな。金ヶ崎4ヶ月保育しないといけない。あー、やっぱすごいね、竹中半兵衛。どんどん口説き落としてる。まあ、もちろん今がじゃないや、足利の勢いが衰えてきてるっていうのもあるんだろうけどね。闇取引します。天も人も俺に背くことは許さぬ。取引を行いましょう。なんかさ、三好がずっと解散したり歩兵したりってしてる。多分うちの軍が出てるからだろうね、これ集まってんの。三好はちょっと停戦交渉してみようかな。ちょっと鬱陶しいよね、急に来られたら困るな。城主任命をしよう。新たに取った城は野地瀬山城だね。不破光晴か松。松は利家のとこに置いといてやりたいよね。不破光晴。かしこまった。もうあんまり余ってる武将がいなくなってきてしまった。かしこまりました。恩賞は、あ、全員青くなってる。おお、あ、戦で勝ちまくったからかな、忠誠が上がったんできっと。いいね。あ、またやってる第2次川中島。川中島じゃないんだけどあ、また謙信が勝ったんだけど信玄全部の攻め返されてるね、謙信に。また解散したみたいだね。攻めるつもりはないみたいだ。防戦一方、なんか来るな。あと12日二条御所。三好家との講和は軍馬1000だって。まあいいよ、1000だったら。はい、我が覚悟お見せしよう。大義名、びっくりした、びっくりさせやがってあ、なんか来たんだけど。3600人、山田の援軍は結構役に立ったね。ご命令よ。3600人が来たから、まあ5部隊ぐらいでいいかな。半兵衛は連れて行こう。義達は残していこう。知れ伏し、あ、結構痛いな、おい。8700になっちゃったよ。大丈夫かこれ。あと2日、よし来た
はい、二条落ちました。信長が作る新しい王。来た来た来た、ついに、ついに二条、足利将軍家もおしまいだ。参るぞ。二条御所陥落の知らせはもう日本全国に広がっているはず。大ニュースだよ。え、なんだこれ。ん、南部長尾対武田、これはどっちにもつかなくてもいい。で、低迷してる繊維が武田家剣心にボコられすぎて元気なくなっちゃってる。どうしようかな。まあ南部につく理由、まあでも長尾が同盟相手が南部についてるんだよね。武田についたら武田は来ないけど、まあなんか割とどっちにつく意味もないかなっていう感じ。不参戦でいいかもね。左側が仕掛けた側なんだっけ、南部が仕掛けたのかな。まあ武田につけば武田から攻め込まれることはないっていう感じなんだけど、武田が攻め込んでくること自体そもそもないから、不参戦にしといて武田に攻め込む余地があるようにしといた方がいいかもね。信長隊が8500人、ギリギリです。使いの者が来たようです。足利より交渉、ついに将軍が土下座してきたいい君よの。だがな、貴様が暗躍して織田家に対する包囲網を作っていたのはもはやお見通しなんだ。お手紙を読ませていただいた。草の者が持っていた将軍家にあだなす、うつけを打てという手紙を読ませていただいたという脳内設定だ。よし、いい君よの二条から追い払われて金ヶ崎に閉じこもっておるわ。子供は滅ぼしてくれる。いや、いいねこっちは滅亡寸前まで追い込まれたからな。はい、牧島ももう落とすまでもなく逃げていった。じゃあ最後筒井です。俺に続け。筒井と金ヶ崎あと2つ。これで包囲網に苦しむこともなくなるのか。包囲網はあるね。合唱に苦しめられることはなくなるのか。ひれ伏し、はい、従え。信長が天下。おい、筒井も落ちた。よっしゃー、はいはい、帰ります。止められぬ。来たー。あとは金ヶ崎だけだ。いや、頑張ったな、頑張ったな、本当に。この戦争、報告いた。将軍家は強いわ。だんだん長久にも慣れてきたな。まあ織田家は人材がすごいんだけどね、そもそもね。まあでも立地は最悪だね。これでなんか欲しいのあったっけな。これ欲しいんだけどね。あ、これ攻め壇上やろうか。標高威力上昇、これやろうやろう。敵兵糧減少あるからね、工場時ね。あら、大久保長安、うちに投与されてくるの。徳川の武将じゃなかったっけこの人。さあ武将入れるぞ。任命だ。まあ足利家臣入れてもいいかもしれないけど、まあとりあえず突っ込んでおこうか。適当に体と心配だもんね。松入れるじゃん。二条御所城主松年家より出世してしまったって思ってるよ。年家、年家とかこの辺の適当な城だよな。年家は末森城の城主まさかの二条城城主松。年家と松じゃなくて松と年家になるメイン入れ替わるわ。女城主直虎みたいな感じで二条城主松だ。大河になるね。承知いたしました。年家が松の家臣ならもうこれな。闇取引まだ入ってるんで、取引を行いましょう。兵糧は12万維持できてるね。闇取引がここ何ヶ月か成功してるから。建物とかも見たいんだけどお金ないんで、とりあえず足利戦終わらせてからでいいね。あと56日めっちゃかかるな。あと2ヶ月だって。まあうちに攻め込んでくる愚か者はいないでしょう。長尾と武田は停戦しました。武田対南部は、あ、やってるやってる。あ、すごいことになってる。うへぇ。つか武田がここまで来てるっていうのにびっくりなんだけど。足名滅ぼしたんだっけ。すごいね。長野成政、長野のじじいが。これは大変そうだ。東の方がやっぱり大変なのかな、戦争は。優秀なの多いもんな、武田周りが。さあ、滅ぼすぞ、足利を。火山、わしの戦を見せてやろう。これは南部だね。うちじゃないね。ちょっとどっちが勝つか気になるけどね。あ、どうやら南部が勝ってしまったようだね。
はい、神奈崎落ちました。これで足利将軍家滅亡。ついに将軍家を滅ぼしたぞ。そんな積極的に滅ぼすつもりはなかったんだけど、向こうが仕掛けてきたんだよな。いや、細川藤高すごいね。オールマイティに100近くある能力が。島左近武勇100、統率97。さらに剣豪将軍足利義輝も家臣に加わりました。これからはうちでちょっと煮え湯を飲んでもらう、泥水を吸ってもらうぞ。まあ二条の城主に据えてやってもいいけどな、お飾りの将軍にしてやってもいいな別にな。さらにその弟の足利義昭も、加わったみたいだね。まあこの二人は解き放ってしまってもいいんだけど、解き放つとあまりにもちょっと恐ろしすぎるので、お手紙作戦してきちゃうからね、もう目の届くところで飼う方がいいでしょう。あとは特に目ぼしい武将はいないかな。六角家の大名だった六角義晴とか、はい、全部登用します。島左近には期待している。蒲生氏里の父親もいたみたいだね。はい、騎乗します。勝家よく頑張った。勝家と猿は非常によくやった。いい城にあてがってやりたい。武田信玄は美濃に兵を進めるつもりのようです。来るな、ついに。でもちょうど足利との決着がついたタイミングでよかったね。山名とは婚姻だし、浅井とも婚姻、徳川とも婚姻、まあ今はまだ同盟なのかな。この3つは切れることはないから。さらに奥の長尾とも同盟中。今なら武田が来ても戦える。ついに準備はできた。三好はもうね、なんとでもなるしね。ここまで来た。というか今これ周囲見たら実は味方だらけになってきたんだね、足利が滅んだことで。朝倉なんかさ、ほっといても大丈夫だし、素直に武田が来なければ西の三好と一対一できそうだね。今川も動きが少なくなってきたし、東はもう三河の狸徳川家康に任せれば良さそうだ。つうか武田はさ、南部で忙しいんじゃないの、これどうなってんの。もう捨てるのかな、こっちは。西に行けそうだな、もう三好。そして九州じゃない、四国に入れそうだね、三好を倒せれば。まだまだクリアは遠いけれど、ようやく、滅亡寸前の状況は回避できたね。はい、というわけでついに散々ね苦しめられた、滅亡寸前まで追い込まれた足利家を滅ぼすことに成功しました。いやー、やったね。これでね、かなり領土も広がって、ゲームクリアもね、少し視野に入るところまで来たんじゃないかと思います。というわけで、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。